国前寺は、広島県広島市東区にある日蓮宗本山の寺院。すぐそばに、お長天マ宮がある。お長山岳で世を営んでいた、赤月忍が、1656年、広島藩浅野家二代藩主、浅野光明聖室の万姫の家により浅野家の悟り包み寺となり、現名の国前寺に改名した。その後本堂は、万姫が、 その他書道は三明が混流し直した。1692年、藤伏せ破禁圧により、次郎を没収された。この際、朝野家は天台州に改修し、牛田の日通寺に菩提寺を変えている。1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下により被爆。ここは爆心地から約 2.60km に位置した。爆風により建物は、 北東方向に傾いたが、東海は免れた。ここの南には東連兵城が広がっており、被爆者が数多く避難してきた。翌7日から境内に大日本帝国海軍による救護所が設けられ特に重症者を中心に運び込まれ、クレチンジュフ派遣の医療班や近隣地域の民間医師団など様々な医師が活躍した。9日には、 被爆地救援にあたる宇治名の船舶司令部機下の陸軍船舶兵,兵の一体が拠点を置いた。戦後は部分的な修理が行われていたが痛みが進行したため、1988年からまず栗を3年かけて修理、2001年から本堂を5年かけて修理した。現住は39世、引田日良漢住、引田栄、さざ波、引田栄か2人の息子を持ち。 妻は宝塚歌劇団花組出身の引田愛子。弟の映画はシフエ親の影響を受け、2010年世界三大荒行とも言われているヒレ宗ムネヒロ荒行堂へ入校し、間100日の厳しい修行を経て、2011年2月10日に無事、精密る。2月12日には、自暴にて、起産式が盛大に行われた。2014年11月、 引き田栄華商人、荒行動採用、2015年2月10日、精密る14日に起産式。1993年本堂と栗が国の重要文化財に指定された。双方とも、広島藩の白大工による建築で、一般的な自社建築ではなく上郭建築の手法が用いられているのが特徴。また、 同1993年には市により現存する被爆建物リストに登録された。1995年三門及び三道を構成する境内は市の重要有形文化財に指定されている。日蓮宗は昭和16年に本末を解体したため、現在では旧本山、旧末寺と呼び習わしている。ありがとうございます。